報、約3分の1で移行する15組ラッシュに当選した後、まだそのゲーム数降格ないし超降格に当選した場合、追加でモード移行抽選を行いまして、スースペシャルアイマリンボーナスはめちゃくちゃ上乗せ性能がカットイン来い、カットイン来いと願いながら電池を見ます。さらに最強役キョーベルであれば。皆さんこんにちは、パツロ必勝本の嵐です。この動画ではパツロスーパー海物語 in ジャパン祭りのゲーム性や内部情報を私嵐がどこよりも早くお届けさせていただく動画となっております。今回は3回目でございますね。それでは早速紹介してまいりましょう。まずは桜チャレンジのゲーム性と獲得報酬について紹介させていただきます。桜チャレンジは主にバー揃いでポイントを獲得するゲーム性のチャンスゾーンとなっております。バー揃いはシングルラインで1ポイント、ダブルラインで2ポイント獲得となりまして、獲得ポイントに応じて恩恵が異なる形となります。基本的にはバー揃い、いわゆる成功の時点で桜チャレンジは終了する形となるんですが、その際の約3分の1で移行する15ゲームの桜チャレンジエクストラに突入することができれば、さらにポイントを獲得するチャンスになっておりまして、報酬の昇格にも期待ができます。なおメタル降格中に桜チャレンジに当選した場合、通常の桜チャレンジだと1ポイント獲得で奇数図柄ボーナスの方に当選する形になりますが、メタル降格中は1ポイント獲得するだけで海の瀬フェスティバルメタルに当選する形になるので、非常に恩恵が大きくなっております。そしてさらにですね、そこでエクストラなんか引いちゃった時にはもう1ポイント取れた時に最大恩恵がゲットできる形になりますので、ここはめちゃくちゃ仕留めたいチャンスゾーンになるということもぜひ覚えておいていただければなと思います。また全設定共通でバーを狙えカットインの発生率は約4分の1、そしてバー揃いの確率は約45分の1となっております。バーを狙え演出が発生した際にはカットインがどこまでステップアップするかも注目です。ステップ3のウリンまで行けばバー揃いが濃厚に、さらにステップ4のマリン、ワリン、ウリンの3人のカットインが発生すればバー揃い濃厚プラスエクストラ突入も濃厚になります。ここで海得情報。バーを狙え演出の停止系には1角濃厚目と2角濃厚目が存在しますので、ここで紹介させていただきます。まずは中押し1角濃厚目からご紹介させていただきます。中リール第一停止時にバーが中段に止まれば中押し1角濃厚目という形になります。そして続きましては2角濃厚目なんですけれども、こちらは逆ハサミで消化していただければと思います。シングルラインでバーが転廃すればシングルライン2角濃厚目に、ダブルラインで転廃すればダブルライン2角濃厚目となります。そして最も大注目の出目が右リールにベルバーバーと止まる形となっておりまして、こちらが逆押しのダブル1角濃厚目、さらにはですね、恩恵としてスペシャルアイマリンボーナスと海の瀬フェスティバルまでついてくる、もうめちゃくちゃ大チャンスな出目となっております。なおこれらの停止系の際にはスペシャル音が発生します。一角濃厚目を狙っていち早く気持ちよくなるもよし、引っ張って引っ張って最後に決める快感を味わうもよし、ぜひ皆様のお好みの打ち方でカットイン発生時は楽しんでみてください。ここ狙いどころです。また桜チャレンジの15ゲーム間に一度もカットインが発生しなかった場合、僕なんか特にちょっと弱い側の人間なんですごくすごく気になってたんですけども、その際にはしっかりゲーム数を再セットしてくださいますので、チャンスは続いていくと思って間違いないです。ただ
この再セットは1回のみとなってますので、その次の15ゲーム間の間に必ず仕留めましょう。次は桜チャレンジ中のレア役当選時について紹介いたします。桜チャレンジ中はレア役でもポイントの獲得抽選を行っております。強ベルト、強チェリーはポイント獲得が濃厚に、さらに強ベルであれば複数ポイントの獲得も十分に期待が持てます。なおこの抽選値に関しては桜チャレンジエクストラ中も同様となっております。次に海ラッシュチャレンジエクストラの紹介をさせていただきます。海ラッシュチャレンジにて海ラッシュに当選した後まだそのゲーム数が残っている場合にはエクストラに移行して全役で海ラッシュの枚数上乗せ抽選を行っていきます。それでは海ラッシュの内部モード移行および上乗せ抽選について紹介してまいります。海ラッシュ開始時はまず内部モードの移行抽選をしておりまして、降格ないし超降格に当選した場合には10ゲームの保証ゲーム数がもらえる形となります。さらにその内部状態はステージによって示唆されておりまして、ワリンステージに移行した場合には降格した、ウリンステージに移行した場合は超降格したのステージとなっております。次は海ラッシュ中のモード移行に関して紹介させていただきます。海ラッシュ中は主に追加でモード移行抽選を行いまして、通常から降格への移行は約 50%、 降格から超降格への移行は約 25% で期待できる形となっております。高モードであれば上乗せ特化ゾーンの当選期待度が高くなるため、海ラッシュ中は追加をガンガン引いてモードアップさせていきましょう。続きましては海ラッシュ中の上乗せ抽選に関してです。海ラッシュ中はレア役で上乗せ抽選を行っておりますが、強レア役は成立した時点で上乗せが濃厚に、さらに強ベルは3桁上乗せも濃厚となりますので大チャンスとなっております。そして追加は上乗せ当選率こそ低いんですが、当選した際には50枚もしくは3桁の上乗せとなっておりますので、こちらも当選時は大チャンスとなります。ここで海徳情報。海ラッシュの終了画面では海ラッシュの引き戻し抽選を行っております。弱レア役なら約 25%、 強レア役なら引き戻し濃厚となりますので、ここも勝負どころのレバーオンとなっております。ここからは海ゾーンの抽選、さらには海ゾーン中の上乗せ特化ゾーンの抽選について紹介していきます。液晶画面の左下にありますウリンメーターが10個貯まると海ゾーンの抽選を行います。そしてこの海ゾーン抽選の当選率には設定差も存在します。設定1で約 25%、 そして設定6で約 39% と結構大きめの設定差が存在しますので、頻繁に海ゾーン当選が確認できるような台は高設定の期待が高まります。さらに海ゾーンに当選しやすいということは、海ゾーンからの上乗せ特化ゾーンにも当選しやすいという形になりますので、出玉に与える影響面も見過ごすことはできなくなっております。次は海ゾーン中の上乗せ特化ゾーン抽選の紹介です。海ゾーン中は全役で上乗せ特化ゾーンの抽選を行っておりますが、レア役が成立すると上乗せ濃厚となりまして、トータルの当選期待度は約 32% となっております。十分に上乗せ特化ゾーンが期待できるゾーンになっていると思います。さらに当選時にはお願いチャンスにて当選が告知される流れとなります。当選した上乗せ特化ゾーンは海乗せフェスティバルと特化ボーナスのいずれかとなっておりまして、
京ベルで当選した際には約 50% で特価ボーナスが選ばれるので大チャンスとなっております。さらにその特価ボーナスなんですけれども、海祭りボーナススーパーとスペシャルアイマリンボーナスの2種類が存在しておりまして、いずれも海の瀬フェスティバルよりも上乗せ性能が高いため大量上乗せに期待が持てる形となります。特にスペシャルアイマリンボーナスはめちゃくちゃ上乗せ性能が高いので、ぜひ皆様にも体感していただきたいスペシャルなボーナスとなっております。上乗せ特化ゾーンの抽選ですが、海ゾーン中だけでなく海ラッシュ中も全役で抽選が行われております。先ほど海ラッシュ中の内部モードを紹介させていただきましたが、モードごとに当選率が異なる形となっておりまして、上位モードほど当選期待度が高くなっていて、かつ超広角モードに滞在していれば弱レア役でも約 50% で当選する大チャンスモードとなっております。海ラッシュ中に上乗せ特化ゾーンに当選した際には最大15ゲームの全長を経て移行する流れとなります。なおその全長中はですね、パーゾロイのカットイン発生率がアップしておりまして、パーゾロイをして次ゲームに告知されるパターンも存在します。ですので全長中はまずカットイン来い、カットイン来いと願いながら全長を見守りつつ、実際に発生したらバーを狙って熱く楽しみましょう。ここからは特価ボーナスの上乗せ抽選を紹介していきます。まずは海祭りボーナススーパーの詳細についてご紹介させていただきます。まずは開始時に50枚の上乗せをゲットいたしまして、その後の30ゲーム間はバーゾロイとレア役で上乗せ抽選を行っていきます。シングルバーゾロイの確率は約 14.5 分の1、ダブルバーゾロイの確率は約 93.6 分の1となっておりまして、バーゾロイ時の出目の法則は桜チャレンジと同様となっております。リールも楽しんでいきましょう。消化中の枚数上乗せ抽選ですが、バーゾロイとレア役は上乗せ濃厚となります。バーゾロイであれば50枚以上、弱レア役であれば20枚以上、強レア役もバーゾロイと同じ50枚以上、さらに最強役強ベルであれば300枚濃厚と、非常に上乗せ性能が高く、トータルでの平均上乗せ枚数も約300枚とめちゃくちゃ叩きどころの特価ボーナスとなっております。以上が今回の内容となります。桜チャレンジ中の楽しみ方だったりとか、あとは海ラッシュ中の上乗せ、さらには特価ボーナスと、本当に叩きどころ満載の回になったんじゃないかなと思います。ぜひ皆様もですね、自分なりのレバーの叩き方、さらにはリールの狙い方を探してみていただいて、ぜひゲーム性を楽しんでいただければと思います。最後に恒例となりました視聴者プレゼントのご紹介でございます。素敵なプレゼントが当たる応募方法は概要欄の方に詳細が書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回のプレゼントキーワードはのでございます。だいたい最終ワードも予想できてきたんじゃないかなと思いますけれども、もしかしたら違う可能性もありますので、次回もお見逃しなく。というわけで次回でございますが、名残惜しくはありますけれども、いよいよ最終回となっております。次回はですね、メタル広角やフリーズの詳細についてお届けしていきますので、マジで必見の内容です。ぜひ最後までお付き合いください。